インテンシティ、スピードテックインテンシティ。一応もう回し合って、あ、本当ですか。はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。ニュージーランド、自分初めて来たんですけど、はい、めちゃくちゃ今日天気いいですね。いや、いいタイミングでお越しになったというか、本当暖かくなって、昨日までは本当こう、はい、ダウンがないと外に出れなかったんですけど、今日はすごい気持ちいい天気で、まあ、子供たちも僕アカデミーで子供たちにサッカーを教えてるんですけど、アンダー13の子が今日10対1で勝てたんで、はい、子供たちもこうそのこの天気も相まって、帰りはすごいこう気分よく帰ってもらいました。はい、高橋さんっていつニュージーランドに来られたんですか？僕は2月1日の便でこっち来たんで、2月2日に着ですね。あ、もう少し言うと12月いっぱい、昨年の12月に、語学留学で、こちらのオークランドの方で、専門学校に通ってました。はい、あ、語学留学なんですか？厳密に言うとその語学留学をしにオークランドに来て、昨年こうワールドカップの影響で、J リーグの方が10月の中旬に、シーズンが終わることになって、例年よりもオフシーズンが長い中で、まあ、何か自分が新しい経験したいなって時に、今まではこう、ね、海外にサッカーを見に行く、スペイン、プレミアリーグ、イギリス、まあ、そういったところに行くことが多かったんですけど、まあ、今回はこう語学留学をしようっていうことで、ニュージーランドに決めました。まあ、今思うとニュージーランドに決めた理由も、東京オリンピック2021年の時に決勝トーナメントでニュージーランド代表対日本代表の、森保ジャパンが、試合を東京開催でして、1対1のドローで、PK で日本代表が勝ったと思うんですけど、まあ、おそらく その時にこう多くの日本人の方が、まあ、僕も含めてニュージーランドのサッカーで強くない後進国だっていうところもあったのにもかかわらず、日本代表がこう攻めあぐねたのを見て、こうニュージーランドサッカーに対しての関心興味は多分あったんだと思います。まあ、多分それが決め手というか自分の心の中のどっかにこう突っかかってて、語学留学の際に、まあ、カナダでもなくオーストラリアでもなく日本人が少しこういないようなニュージーランド、まあ、日本と同じ島国でっていうところで選んだと思います。はい、でその中で昨年所属させていただいた横浜 FC、 J リーグ横浜 FC が J1 を J2 2位で J1 昇格を決めたんですけど、残念ながら契約満了というところで、来年の所属チームをどこにしようかって考えてた時に、あ、ニュージーランドでサッカーできたらちょっと面白いかもとか、セカンドキャリアに向けてそのサッカー選手だけじゃなくて指導の勉強もしたいとか、そうゆくゆくこう世界に出て、まあ、サッカーを軸に活躍したいっていうのもあって、こう英語を学びたいっていうところもあってニュージーランドで働きたいと なので、学校に行きながらその語学留学をしながらこのクラブに来て自分で売り込んで、サッカーがしたい、指導者の勉強もしたい、語学を学びたい、僕のこと興味ありますかって、ちょうどその後ろのグランドで子供たちがサッカーしてって、女子の選手もサッカーしてて、まずはボール拾いからやって、ちょっとこう溶け込むというか、部外者じゃないよっていうところをちょっとアピールして、僕日本人なんだけどっていうふうでこう交渉してたら、すんなりいいよって言ってもらえたのが、まあ、今このクラブでこう働かせ、オークランドユナイテッドで、働かせていただいてる要因なのかなと思ってます。へえ、じゃあもう本当に語学留学で行ってチームにここにもう飛び入り参加みたいな感じで入って決まったみたいな。そうですね、もう少し具体的に言うと、はい、その語学留学しながら日本でいう天皇杯、はい、ニュージーランド その最後の、カップ戦の決勝、オークランドシティが優勝したんですけど、その試合オークランドシティにこう日本人の岩田拓也さんというクラブワールドカップに出た有名な方がいて、その方の試合を見に行って、そのトップの王者をちょっと倒したいなっていう思いがあって、でそのライバルチームに行きたいというのもあって、はい、オークランドユナイテッドを自分で選んでバスの道を間違えながら、ここまでなんとかたどり着いて、
で自分で交渉して、でまあ蓋を開けてみると良かったなと思ってるのが、オークランドユナイテッドこのチームがもともと日本人がオーナーさん、日本人の指導者がこちらのクラブを作ったということで、日本人に対してすごいこう受け入れが寛大、すごい良くしてもらってます。であとはもう一つこうニュージーランダーのその特徴といいますか、こう多国籍な島国なんですけど、やっぱチリとかインド、中国、ヨーロッパ系いろんな人が集まってるので、こういろんな人にこうリスペクトをするとか、なんかこう助け合って生きていくっていう精神がすごいこの国から感じられるので、 J リーグとは違っていろんなプレッシャーを感じずに自分の好きなこと、自分の学びたいこと、誰かのためよりもまずは自分が幸せになる生き方をもともと見つけたかったので、こちらでこう生活して家族含めてこう充実した、時間が、はい、過ごせてます、はい、もう半年くらいですか、ね、はいはい、たったと思うんですけど、なんか現地での生活とか慣れましたか？特に子供に関しては最初の1ヶ月はもう学校に朝も行きたくない行きたくない、自分が思ってることも喋れない、英語で伝えられない、お腹痛い、先生は早口、子供たちも何言ってるかわからない、もう本当に子供たちはしんどかったと思います。周りの親御さんは含めて、子供はねこうすぐアダプトできる、適応できるよ、大人よりも早いよって言うのは簡単なんですけど、その苦しんでる子供たちを毎朝見るのは、もう車に乗って学校に行くのすらもうお腹痛いって言って、こうちょっとこう仮病を使って車に乗ってくれない、朝起きてくれない、っていうのはすごい大変で、今はねこう楽しそうに学校に行くようにはなってくれたんですけど、まだまだ語学力という部分では自分の思っていることすら言えないんで、その反動で家に帰ってくるとすごい日本語でこうパパパパママママってこう自分の思ってることを言うというか、こうストレス発散するんで、子供たちの距離は日本にいた時よりも近くなりました、うん、やっぱサッカー選手として日本にいた時は次の日の練習が一番で、常に次の日の練習のためにコンディションを調整する、遠出もしない、なんだろうな、外食もあまりしない、もちろん子供とも公園行きますけど、そこまでこう子供に対してこう構ってあげれたっていう自信はなくて、まあ、ただこっちに来てもうプロというかこう、ね、収入 もうほとんど無給でやってるので、より家族の時間を大切に、家族との絆どういうふうにこう接してあげるのかっていうのはすごい楽しみで、今おそらくそちら の公園を通って来られたと思うんですけど、必ずこうサッカーグラウンドの隣には公園があって、日本では見られないような遊具がいっぱいあるんで、サッカー僕の試合ここで行われるんですけど、その前は必ず子どもたちは1時間前に来ていろんなの現地の子どもと遊具で遊ぶとか、サッカーハーフタイムとかも普通に入ってきて他の選手とここでサッカーボール蹴ったりするっていうのは、本当子どもにとってはすごい素晴らしい環境だなと思うので、はい、充実した毎日を送ってますし、プロじゃないので結果だけじゃなくて、ここで何を得られるかとか、どんなことを学んだっていうのが僕自身も大事ですし、子どもにとっても、異文化交流というかね、こう外国人の友達ができたとかって、すごい日本にいた時は多分絶対にそんなことはなくて、こっちに来たからこそ喋れなくてもボールをパスでこうパス交換することで友達が増えていく感覚っていうのを味わってもらえてるんじゃないかなと思ってます、はい、なんか今そのお子さんの英語が話せないとかっていう話があったと思うんですけど、はい、高橋さんって実際に英語のスキルで言うと全く喋れずに留学行ったのか、ちょっと話せて。全く喋れないですよ。留学する2ヶ月前ぐらいからちょっと勉強してたんですけど、その勉強するっていうのと話すっていうのはもう別物で、分かるとできるは違う。このリアルなシチュエーションで言える、聞き取れる、伝えようとすることってもう全然違うことなんで、今までこうね、いろんなチーム所属させてもらって外国籍の選手と話すのすごい好きだったんですけど、なかなかこうつっかえちゃう。ロッカールームの中で簡単なこうふざけ合いはいっぱいしてきたんですけど、思ったことを伝える、向こうが何言っているかどうかを聞き取るって本当に難しいんだなっていうところは
すごい感じました。なんで今でも、今日アカデミーの、公式戦だったんですけど、もう伝えたいことは全く伝えられてないし、子供たちがうーって喋ったことは2割しか聞き取れてないです。はい。Awesome. Thank you very much. Yeah. So my bag is coming in, but that's okay. It's okay, yeah. Yeah, it's okay. There's still people here. Yeah. Cats here as well. The cleaner. Ah, yeah. Just before you leave, just tell her you're leaving. Yeah. And then she can lock up. Yeah. Yeah. You can take one chair. New Zealand. New Zealand. Typical New Zealand. So he already recorded now. Yeah. Have a good weekend. Yeah, you too. Yeah. See you tomorrow. Yeah, tomorrow. このように全然ですよ。全然。彼が僕の上司というか、年は多分2個ぐらい下なんですけど、今も選手がね、悪かった、誰が良かったみたいな、そういう話ですけど、悪くてもその選手をどうこう次変えていくかっていうのが、また明日からのミーティングに出てくると思うので、今日今のはこう何ですか、率直なこう今日のフィードバックと、はいはい、彼がアンダー13のトップチームの監督、コーチ、コーチ兼監督で、僕が B チームのコーチなんで、普段は彼と一緒にアンダー13の練習をずっと見てるんで、どの選手を上げるとか、どの選手が良かったとか、その練習メニュー、今日だったらゴールキーパーが弾いちゃったからとか、それを踏まえて明日どういう練習組み立てるかっていうのをクラブハウスで、大体2時ぐらいからやって、で3時半に、グラウンドにコーンを置いてセットアップして、4時15分から1時間半子供たちに教えて、でその後6時半から自分のファーストチーム大人の、練習がここで始まる。午前中は仕事があるわけじゃないんで、英語の勉強したり家事したりゴロゴロしたりっていうのが毎日のルーティンで、もう本当彼にお世話になってて、でこのクラブがその日本人のオーナーさんが、日本人の指導者の方がこのクラブを作ったので、でこのクラブはやっぱりオークランドで一番強いクラブなんで、まあどうしてもこうで、今日の僕の試合も10対1で勝ったりとかしたんですけど、強い競争相手がいないとちょっとやっぱり選手も勘違いしちゃうんで、12月1月にこうジャパンツアーっていう、こう13歳12歳の子が、柏レイソルさんとか、そういうアカデミーの子たちと戦う場に遠征に行くんですけど、まあ、その遠征のオーガナイズコーディネートも任してもらってるんで、なんだろうな、割とこうそれは多分自分にしかできない仕事で、プロでやらせてもらってたとか、日本人の特徴も自分の中で分かってますし、ニュージーランドの子がやっぱりその日本人のきめ細かさとか努力し続けることっていうのを学んでほしい。逆にこうニュージーランドの子は一瞬の力とか競争のあるルールだと頑張るんですけど、普通のじゃあ自主練でロングキックするとかハーフボレーで10回やってねっていうような、こう地味なトレーニングはもうやる気なくなっちゃうんで、7本パス回したら1点ねとか、そういうのはめちゃめちゃやって、そういうルールとか、なんかその勝ち負けがあると頑張るんですけど、勝ち負けがないと頑張れない。逆に日本人はそこ逆というか、だからそこはお互いいいものを、なんだろうな、取り入れられる。で、それを教えられるのは僕しかいない。と思ってるんで、そこにその魅力とか価値を最近気づき始めて、はい、頑張ってます今その半年過ごしてみての印象とか、変わったこととか、なんかここのチームのすごいいいところだとかをなんかあったりしますか？まあ、もともとニュージーランド自体がプロ契約が締結してはいけないアマチュアということで、必ずこうみんながみんなこう他の仕事をして6時に、クラブハウスに来て自分のサッカーをするっていうところなんで、こうプロと、ね、アマチュアの世界を比較してはいけないなとは思ってるんですけど、まあ、その中でも、まあ、他のクラブのことは分かんないんですけど、まあ、今日も対戦した相手のコーチとか見ててもサッカーのコンセプトとかフィロソフィーがないクラブがあるので、ここはもうしっかりとしたアカデミーのスタイルとかサッカーのコンセプトとかが確立されてるんで、今 の, ロスっていう上司なんですけど、彼はもう日本でも、
活躍できる人材、すごいこう子供のこともしっかり考えてるし、クラブ全体をオーガナイズしたりとか、すごいいいコーチに巡り会えたなっていうのはあって、本当に1から10、まあ、聞けば教えてくれる、向こうからっていうよりはこう自分からこのシチュエーションの時はどうやって子供に説明するのとか、そこはうちのクラブの良さ、本当みんな、常勤で、契約してるコーチが6人しかいないんですけど、うん、彼らがもう20人分の働きをしてこのクラブが成り立ってるんで、お金はやっぱりどうしても資本がないんでない中で、みんなが工夫し合ってこのクラブだけじゃなくてニュージーランド全体サッカーがこう拡大発展していくような取り組み、もしこのアカデミーの子どもたちがユースとか、トップチームに上がれなくても、どこかのチームに必ずそのこの出身の選手がいっぱいいるんで、あすごいニュージーランドサッカーに発展してるな、貢献してるなっていうのは思いますね、はい、うん。お話できる範囲でそのさっき無給っていうのもちょっとおっしゃってて、はいはいはい、なんか今のこの現状で の, その給料のお話とか、なんかどういう生活をしているのかっていうのを教えて、基本的には、ビザがないとお仕事を してはいけなくて、まあ、多くの人がワーキングホリデービザで、若い子たちが30以下までが、そうです、31以内ですよ、はいはい、が入って何か仕事を別でして、夕方以降トップチームの練習っていうのは基本的な体系で、で僕がニュージーランドで働くにはビザを取らなきゃいけなくて、サッカーでニュージーランドに貢献するっていう理由でのビザの申請であれば、容易に、申請して手に入れることができるんですけど、そのビザが獲得した後に1年2年ここで働けば永住権につながるビザの申請をしてるんで、その申請がすごい門戸が狭くて敷居も高くて、今すごいこう苦労してるの、弁護士さんと移民局と結構こういろんなトラブルとか、この書類が足りない、あれ書類が足りないって言って、その書類を準備しだしたの1月からなんですけど、まだ降りてないっていう現状の中で、今お給料はいただいてないんで、もう無給で自分 の, 住んでる家お金払って生活費、子供の学費で、もう毎日毎月何十万の出費っていうのが今の現状ですね。で仮にそのビザが降りたとしても、こちら物価が高くて、本当大根1本500円するとか、外食なんかとてもじゃないけどできないよっていう中で、そのビザでこの今のサッカーコーチでお金いただいたとしても、もう全然普段の生活の支出 と,、収入のバランスは全く合わないんで、もうニュージーランドにいる限りは赤字生活っていうのがもう決められてる中で、まあ、最初僕もいやいやニュージーランド全然稼げないよとか、プロサッカー選手の時は稼いでとか、こう自分の価値ってこんなもんなのかなって結構思ったんですけど、まあ、よくよく考えてみれば、僕は何しにここに来たかっていうと、自分のスキルを学ぶ、語学と指導者資格だったり、そのどのように子どもたちに指導したらっていう、このコーチングのノウハウを学びにニュージーランドに来てる、またはその自分の子ども家族にとっても有益なものがここにあると思ってきてるので、収支でお金が、ね、赤字とか、なんかそこに目を向けちゃいけないというか、そこの局面だけ見れば何か失ってる、お金が得てないように見えるんですけど、サッカー選手は、ね、ある意味お金を稼ぐことが一つのお仕事であって、サッカー選手としてこっちに来たわけじゃないんで、もちろんサッカー選手をこちらでしながらいろんな経験もさせてもらってて、レベル自体は J リーグよりも低いんですけど、戦うところとかいろんなものを考えすぎないで自分の力をやりきること、やり抜くことっていうのは、ラグビーの影響もあって、ちょっと日本にいた時自分はここが欠けてたなっていう部分もあって、サッカー選手としてもすごい学んでる部分は多いんですけど、まあそれだけじゃなくて、ね、ここで学びに来てる部分、学べてるものがすごい多くて、今日も子供たちに言えなかったことは何だろうって書き出して、じゃあそれを英語でどう伝えるの、文法言い方何なのっていうのをいつも迷ってて、何か新しい一文を言うために15分ぐらいかけないとそれが得られなくて、ほんとすごいやきもきするんですけど、仮に自分がそれを学ぶことができて、それを日本に戻るれたとしたら、多分活躍の場が広がって、監督になりたいと思ってもライセンスが取れても需要がなかったり、
でもじゃあ海外に出ていけば需要はあるのに語学が喋れなくて海外に行けませんっていうトップの指導者の方がすごい多いと聞いたので、そこにちょっと、コミットをして自分なりのルートを作りたいなという、これが人からしたらこう、ね、遠回りのように見えたりとか、あ、ヒデと後進国のサッカー後進国に行ったとか、あ、お金もらえてないのかって思われると思うんですけど、まあ、I don't care というかそんな気にしないっていうか、まあ、いや気にしてますよ、気にしてるんですけど、なんとかそうやって自分に尋ねて、いや大丈夫だ、これは必ずどこかで花咲いて、その、ね、今お金どうこうとかじゃなくて、必ずそのお金っていうのは後からついてくるものであって、今はその その勝った負けたとかお金を得た得てないじゃなくて、その将来何かこう花開くための本当に投資期間準備期間だと思って自分に言い聞かせて今ここでこうなんとかこう頑張ってるっていう、だから充実してます、充実してるんですけど、他の人から見たらいろいろこう言われる部分とかもあると思うんですけど、結構僕は気にしいなんで、日本にいた時はみんなにいい顔をしなきゃいけないとか、いい人でありたい、優等生であるみたいなのをすごい気にしちゃってたんですけど、こっち来るといい意味でも人って人に無関心っていうか、そこまで人って自分に精一杯で人への関心ですごいなくて、みんながニュージーランダーはみんながみんな自分が幸せになるというか、本当にコーヒー飲んでこうやってこう寝そべるとか、なんかそういう家族 の時間を大切にするとか、そういうのを魅力に感じてきてるので、はい、そんな形で苦労はしてます、はい、ありがとうございます。まあ、やっぱりサッカー選手だから、いや選ばれるのは厳しいですなんて、プロなので自分を信じて、いや自分は信じてますなんて、まあそんな風に答えたんですけど、心の中ではもうそんなことは全く思ってなくて、こちらが、ナンバーワンフィールドで普段公式戦はここでします。やっぱ日本と比べるとこう座席の数とかはすごい少ないんですけど、多分アマチュアリーグの中ではこのクラブハウスとこのピッチが、北島オークランドでは一番優れているというか魅力があるあれで、つい先日まで、女子のニュージーランド代表がこちらの施設とこのピッチを使ってたん で、大体そんなに人が集まら日本ほど集まらないんで、観客はこういうところでビールを飲みながら2階席とここでこうなんだこうリラックスしながらサッカーを見るっていうのが特徴で、はい、で試合が終わった後はスタジアムじゃないクラブハウスの中にバーが、先ほど座っていただいたバーがあって、はい、まあ、バー兼食堂なんです。そこで対戦相手とビールを飲みながらこうちょっと憩いの場があるのがニュージーランドの、ニュージーランドのサッカーの特徴。僕からするとさっきまでこう削り合ってた選手と試合終わった後スイッチを切り替えてビールを飲むのかって思うんですけど、まあ、それもニュージーランドの一つの特徴文化なんで、アダプトしなきゃいけないなと思うんですけど、裏がゴルフ場でこう開放感のある感じなので、はい、そんな感じですかね。